岩佐純岩佐純は日本の医師、男爵、宮中古問館。字は中なり、通称はまた元。号は木祭。越前国福井山上町に代々福井藩医を務める岩佐家に生まれる。父親は岩佐元慶。1856年より江戸で西洋医学を学び、さらに下宇佐国に赴いて佐藤小中の門に学んだ。1860年、 福井範囲、洋学書教授に任命され、さらに長崎に留学して、オランダ人、ヨハネス・ポンペファン・メーデルホールトラに医学を学んだ。1869年、長子として、明治政府に出資し、学校兼判事、大学省進む、大学兼大、進む、大学大進む、中教授を歴任し、大阪医学校開設など、医学教育の充実に当たった。 1872年に大 G となり、4等 G、3等 G、2等 G、1等 G と昇進していった。はじめは、証券皇后の診察に当たったが、後に、明治天皇の診察に当たった。また、次げ制病院を開いて、院長を務め、子息の岩佐真と共に診察に当たった。1884年に、医学研究のため1年半欧州に滞在した。 1888年の明治天皇第五王女、久遇静子内親王帰徳の際には、御佐治の浅田総博と治療をめぐって争いとなり、処置に困った香川慶三が天皇に伺いを立て、寺医の池田健才を呼び戻して岩佐と治療に当たることになったが、救うことはできなかった。1898年より、宮中古問館を兼ね、1907年には男爵を、 授けられた。1911年、病のため爺を辞した。翌年、病を押して、宮中新年に宴会に参拝したが、豊明殿で混沌して死去した。弟に、鉱山学者で、東京大学教授の岩佐岩尾がいる。ありがとうございます。